はい、渡辺よしです。今回はねチームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはインフェクションになります。でスペシャリストはねリーパーのサイスで頑張ってみたいと思います。チームデスマッチアップするのも結構久しぶりなんでね、あんまりアップしてないんでね、チームデスマッチはね、あのハードポイントとかあのフリーフォールばっかりなんでね。はい、頑張るぞーい。今回の久しぶりにチームデスマッチで、であとマップの方もね、このインフェクション、インフェクションもまだ2本ぐらいしかまだアップしてなかったと思うんでね、うん、前はインフェクションでよくプレイしたんだけどね、あのスナイパーライ、特にあのスナイパーライフルのあの名声チャレンジね、あのカメラ迷彩チャレンジ、死なずに5キルチャレンジはスナイパーライフルがやりやすいということでね。あのカメラ迷彩のチャレンジの時あまりやらなかったね、スナイパーライフルのねあの武器プレステージ、武器レベルのアップ上げるためによくやってたんでね。そして今 HXD ちょっと大技なのがちょっと不発に終わったんだけど、ちょっと早く起爆しすぎてヒットしなかったんだけどね。このマップはあの砂マップになってるんでね、あのスナイパーライフル結構多いんでね、うん、ね、敵さんスナイパーライフル結構多いんでね、この時に多かったんでね。で今回ピースキーパーマーク2使ってるんだけど、アタッチメントはね、サイトの方がねリフレックスサイトで、アタッチメントがグリップに拡張マガジン組み合わせてみました。その前まであの FMJ と拡張マガジンだったんだけど、これピースキーパーマーク2はね、連射速度結構高くてね、16ぐらいだったかな、連射速度が。でもグリップなくても全然 いけるんでね、これブレは少ないんでね、結構でもやっぱグリップつけた方がさらに命中率が上がるんでね、あのリコイルが減少されて命中率が上がるんでね、ダメージがちょっと3ぐらいしか多分なかったと思うんでね、うん、できたら FMJ、 FMJ とか大口径つけてねダメージ上げた方がいいと思うんだけどね。でも連射速度があるんでね、このインフェクションは自分がよく YouTube で見させてもらってるマークオブジェ、マークオブジェほんとすごいんでね、チームデスマッチで70キロとかやるプレイヤーさんでね、あと平均でも50キロはやるプレイヤーさんでね、今最新アップしたの動画が、プレイ実況動画、マークオブジェはね、だいたい15分16分ぐらいの動画アップして、だいたい3試合ぐらい、だいたい3、4試合とかアップするんでね、この1本の動画にね。でストロングホールドだったかな、本当スコアストリークもかなりね、高キル高スコアストリーク組み合わせるんでね、うん、UAV タロンレースとか、あと強化セントリーレース GI ユニットとかね、あのストロングホールドの時UAV だったかな、 UAV レース GI ユニットだったかな。でチームデスマッチでね、あこの試合の時何キロぐらいやったのかな、60キロぐらいやって、で GI ユニットまでね、UAV だったかな、 UAV ラプス GI ユニットだったかな、GA ユニットまで2周まで回してたんでね、ほんとすごいほどチームデスマッチで、今角町の敵さん倒してサイスを起動させて1キル、サイスキル決まりました。ちょっと今2キル目ちょっとやろうしたんだけどね、ちょっとスナイパーライフルのプレイヤーさんにちょっとやられてね、うん、チームデスマッチ全然やらないんで、プレイ実況動画も全然上げないんでね、BOS3 やり始めの頃はね
あのチームデスマッチ上げてたんだけどね。インフィクこの今回プレイしてるこのインフィクションも全然アップしてないんでね、うん、あとエバックもあのデフォルトマップ エバックもやらないね、アップしてないね。エバックもエバックとかハンテッドとかとアクアリウムとかフリンジとか、とにかくデフォルトマップね全然アップしてないんでね、今後ちょっとまたデフォルトのマップの方もねちょっと多くアップしていこうかなと思ってるんだけどね。でも来週に最後の DLC4 が配信されるんでね、とっても楽しみにしてるんだけど、通常だとねあの DLC 追加マップ4種類のうち1種類だけリメイクマップが入るんだけど、収録されてるんだけどね。で最後の DLC4 っていうことでリメイクマップが2種類追加されてるんでね、1種類は COD4 だったかな、でちょっと忘れたんだけど、でマップ名もちょっと忘れたんだけど、でもう1種類がね前作 BO2 のねスタンドオフのリメイクマップがね配信されるんでね、ウエスタンっていうマップ名だったと思うんだけど、なんか西部劇風な感じのマップに生まれ変わってのリメイクマップになってるんでね、スタンドオフもビオツの時代にかなりやり込んだんでね、とっても好きなマップだったんでとっても楽しみにしてます。ビオツ3でどういう風にね生まれ変わったのかちょっと楽しみにしてるんだけどね、スタンドオフかニュークタウンが今ねとっても多くアップしてるんだけど、スタンドオフもね多くアップしていくんでね、だとこれも前作の BO2 の、デフォルトのリメイクマップだった、デフォルトマップのリメイクになったなってるスカイジャックもねあまり上げてないんでね、ちょっと多く上げていくんでね今後ね、あとレイドのリメイクマップの名前がちょっとエンパイアだったかな、エンパイアもアップしていくんでね、それではスタンドオフねちょっと奥を上げていくんでね、いろんな武器使っていろんなスペシャリスト使ってやっていくんで、ブラックジャックとかも今溜まってるんでね、今5つぐらい溜まってるんでね、ブラックジャックとかもこの前ブラックジャックの傭兵契約でチャレンジあったんでね、それでブラックジャックのプレイ時強度が結構上げてるんだけど、今後さらに上げていく予定なんでね、ローグとあとギャンブラー両方使って、ローグばっかり使ってたんで、ギャンブラーのも多く使ってのプレイ時強度も多く上げていくんでね。でこのマップはパマジェもねよくやるんでね、ここやっぱ 砂マップなんでね、パマジェスナイパーライフルの名人なんで、スナイパーライフルメインなんでね、このプレイヤーの差なんでね、このインフェクションでもよくプレイ時強度を上げるんだけどね。一度マークオブジェ VS パマジェのプレイ時強度が一度でもいいか見てみたいね。この時ねフラグでファイナルキル決めました。100対84でね勝つことができました。勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。ワールドチャンピオンシップスのメッセージかっこいいね。はい、今回の成績はね21キル16です。比率 1.31、 アシスト3、スコア2325でした。プラス5ということでね、プレイヤーの皆さんありがとうございました。はい、抜けます。プレイヤーの皆さんありがとうございました。リオカのノーマルドロップ55個と交換できるということでね、このマッチで獲得2ということでね、結構チャンプの家の道も結構進んでるんでね。はい、今回使用したのはね、コージナ UE1 のピースキーパーマーク2に、サイトはリフレックス、アタッチメントはグリップ、拡張マガジン、リーサルはフラグ、パークはオーバークロック、早技、ハードワイヤー、レッドサイレンス、ワイルドカードはパーク2グリード、スコアストリックは HCXD、UAV、ケアパッケージ、スペシャリストはリーパーのサイスというカスタムでやっていきました。今回久しぶりにね、インフェクションのチームデスマッチプレイしたんだけどね、このピースキーパーマーク2強いね、やっぱりね。アイアンサイトでもいいんだけど、できれば、
リフレックスサイトとかサイトあった方がいいんだね。で今回このスペシャルのアサルトアボミネーションのチャレンジやってたんでね、650キロしないといけないんでね、490キルまでやってるんでね。で今回あの試合にも勝利して、ファイナルキルはね、あのフラグでファイナルキル決めました。はい、今回はねピースキーパーマーク2&リーパーのサイスでインフェクションのチームデスマッチをプレイしてみました。試合に勝利してね、フラグでファイナルキルが決めれて大満足してます。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。